宗像三女神、外交の要を託された美人三姉妹。宗像三女神は、スサノオとアマテラスが受け入れの際、アマテラスがスサノオの剣をかじり、息を吹きかけ生まれた神様であり、スサノオの子とされる。宗像大社の祭神として祀られ、宮島の厳島神社にも宗像三女神が祭神として祀られている。宗像三女神は、長女に田子姫、次女に田木津姫、三女に市木島姫と呼び、三姉妹とも大変美人な姉妹で、ここから美人三姉妹という言葉が生まれたのかもしれない。この三姉妹の中でもとりわけ美人だったのが市木島姫。市木島姫は美人で水の神様だったことから、インドの神様弁天様と同一化された。またアマテラスから直接神勅を受け降臨した神は、ニニギと宗像三女神だけである。それほど特別な神様だと言える。アマテラスは宗像三女神に、宗像地方から朝鮮半島や支那大陸へつながる海の道を守り、歴代の天皇をお助けするとともに、歴代の天皇から熱いお祭りを受けられよと命じ、宗像の地に降臨させた。宗像三女神は朝鮮半島に向け、宗像大社から並ぶ島にそれぞれ鎮座し、海を見守っている。三女である市木島姫は宗像大社内の鉄宮、次女である田木津姫は宗像から沖に出た大島の中津宮、長女の田子姫はさらに沖にある沖ノ島の沖津宮に鎮座する。田子姫が鎮座する沖津宮のある沖ノ島は、島そのものが御神体であり、禁忌がある。沖ノ島には沖津宮に駐在する宮司がたった一人、一般人が上陸できるのは年に一度だけ。一般人から限定200人が選ばれる。ただし女人禁制で足を踏み入れることはできない。その理由は、田子姫が嫉妬深いという説がある。上陸するときは全裸になり、海中で汚れを払う、禊をしなければならない。また島から木や草、石の一つも持ち出してはいけない。女人禁制、島内で四つ足の動物を食べてはいけないなど。また沖ノ島で見聞きしたことを口外してはならない。現在でもなお守り続けられている。ニニギは国内を固め、宗像三女神は外敵から守る。まさにニニギが国内を統治し繁栄させる繁栄の神。宗像三女神は外敵から守り、平和を保つ平和の神とも言える。一見成果を上げた者だけに目を奪われがちだが、嵐が来ると矢面に立ち守り抜く者がいる。普段はじっとして動かないが、いざとなったら命がけで体を張る。そんな人がいるはずです。行動とは動くことだと思われがちだが、動かないという行動もある。その動かない行動のために動くことを犠牲にしている。沖ノ島に鎮座する田子姫もそうである。アマテラスの命を受け、生涯独身を通した。田子姫は結婚するという行動を犠牲にして、じっと沖を見つめるという大役を全うしているのである。決して日が当たることはない。
日が当たる時はとんでもない問題を抱えた時である。誰に評価されることもなく役割を全うする。一木島姫は大国主の妻となったが、それは宗像三女神を代表した結びつきではなかったのだろうか。私を捨て公に生きる、公に生きた神様ほど尊く位の高い神様だと言える。なぜアマテラスが宗像三女神とニニギだけに進捗を出したのか、その訳がわかるような気がする。